年から金だけでつけんぞとか言ってやがって300万だぞ。300万。そうだよ、だからお相撲から持ってねえじゃねえかよと言ったよ俺。こんな金を300万なんて払えるわけねえだろっつったよ俺。やりますね。じゃあやられちゃったよ俺。ボコボコだよ、ボコ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 流れちゃってさ、ここよ、その時アイスピックでぶっ刺させ。おい、おい、嘘だろ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 っつったよ俺。大丈夫ですか。大丈夫なもんかよ、おめえ歩けねえよ、痛いて。だから俺その時さ、俺つえついてたんだからさ、大変だよお前。だからステッキステッキステッキさ、あれ杖だったんですか。そうだ、あれ杖だよお前よ。ああ、あれ杖だったんで、お前俺結局俺300万なんて金持ってねえだろ。はい。だからしょうがねえ、まあ、あと俺会社の金手ついたってさ。でそれに関しては経理の佐藤も知らんぷりだからな。あんなお前おっかねえ女だぜ、まったくよ。第一の顔はさ、おっかねえ女経理の佐藤っつって。あ、でもそれでまあ会社には言われなくなったって。まあまあそうだけどさ、でもそんなことって女同士すぐに言い合うじゃねえかよ。だから俺は、俺も携帯にメール見たりしてチェックだよな。もうひむさんチェックなんつってよ。あ、だから携帯のメールを見てたわけだ。そう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 。でもね、聞いてよ、俺のむしゃくしゃ収まんねえじゃねえかよ。でもほら佐藤にはもうほら弟いますからね、これも手出せませんよね。だからだよ、俺はこの自分のこのむしゃくしゃをどうしたと思う。え、どうしたんですか。痴漢したんだよ。何やってんですか。しょうがねえだろ、俺はむしゃくしゃしてんだからさ。いや、女子高生ですよ、女子高生ですよ。いや、女子高生だってダメなもんはダメでしょ。じゃあ聞けって、そんでも女子高生いてよ。ケツケツ、最初ケツをほら、手の甲の方、甲の方でよ、甲の方で。こっちでも同じでよ。聞けって、聞けって、甲の方ですよ。カンカンカンよ、カンカンカン、カンカンカン、ガッタガッガッグだよ。何やってんですか。痴漢だよ。なんで怒られなきゃいけないんですか。さあ、だから聞けよ、聞けよ、そう聞けよ。そっから女子高生がチパーンって手を洗って、何すんだよ、ジジイとか次はあるの。俺やめて、俺も逃げましたよ、タタタタって言ったら、やばいやばい、わー逃げたけど、逃げたけど、俺こっちがほら、俺足怪我してますから、アイスピック、アイスピック怪我してますから、すぐ捕まっちゃうつんだよな。ちょっとこれあれだよ、ちょっともうこれ、足なんかあの怪我なんかしなくたって俺捕まっちゃいますよ、遅いからさ、バカ野郎って。それぐらい大変ですよ。そこから今度女子高生に髪の毛ガンガン捕まっちゃってさ、アヘーだって、アヘーだって俺さ、ガンガン捕まっちゃってさ、おめえ電話するとこにやろうとか言われたっての俺。警察に。違う違う違う、人呼ぶ人呼ぶっつってんだよ。人？おう、それで人が来たんだけどさ、俺こいつ見てびっくりだぜ。誰だと思う？佐藤の弟ですよ。えぇ、これ分かるお前。